はい、皆様こんにちは。お疲れ様です。タラニーです。先週末は生まれて初めての体験となる日帰りで四国の讃岐うどんを食べに行くツーリングで1日で1100キロを走りました。最新のバイクだと1日1000キロでも疲れが少ないということにとっても驚いています。この様子はまた元ブログにてアップしたいと思いますので、よかったら後日ご覧ください。新型 ADV168 いずれ出ると言われていた名前通りの都会派アドベンチャースクーター ADV150 の後継モデルとなる ADV160 がインドネシアホンダで正式発表されました。元になっている PCX150 から PCX160 への進化に合わせた内容になっています。今回こちらの ADV160 の販売価格や日本導入時期などいろいろな情報から考察してみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ホンダはインドネシアで都会派 SUV スクーター ADV150 の後継モデルにあたる新型車 ADV160 を発表。トラクションコントロールシステムやスマートキー、拡大されたシート下スペースなどを新デザインのボディに搭載。ホンダの軽二輪 SUV スクーター ADV150 は2020年に発売され、受注限定カラーが追加されたほかは変更なく2022年現在まで発売されています。その間にベースモデルの PCX150 はフルモデルチェンジで PCX160 に進化しており、 ADV150 から ADV160 のモデルチェンジも時間の問題と言われていましたが、まずはインドネシアで初お披露目となりました。最大の目玉はホンダセレクタブルコントロールを備えた新設計の水冷4バルブ ESP プラスエンジンを PCX160 に続いて搭載したことです。スタイリングは ADV150 のコンセプトは踏襲しながら、欧州などで発表済みの ADV350 のようなすっきりとしたボディラインへと更新されています。スマートキーや剛性感の高いテーパーハンドルバーを引き続き採用するほか、 USB 充電ソケットや新型メーター、新型の調整式スクリーン、27リットルから30リットルへと拡大されたシート下スペースなどが明らかになっているほか、メーターも新型となり丸型のタコメーターが見やすそうです。シート高は 795mm から 780mm に低くなって、足つき性が向上したというのは嬉しいポイントです。ヘッドライト、ウインカー、ブレーキランプともに LED を採用。ブレーキランプは急性同時にハザードランプを高速点滅して後続車に知らせるエマージェンシーストップシグナルを採用。海外モデルでは CBS と ABS 仕様の2種類がラインナップ。CBS にはトラコンはつかないようですが、日本で販売するのは ABS 仕様のみになると思います。ベースとなっている PCX160 がフレームや喧嘩方式の変更でモーターサイクルを思わせるハンドリングと接地感を手にしたことを思えば、 PCX150 ベースでも高バランスだった ADV150 が ADV160 になることでさらなる自在な走りを獲得していることが想像できます。インドネシア仕様になりますが、2022年のホンダ ADV160 のスペックはご覧のようになります。グローバルホンダでの公式 PV が発表されていますが、日本のホンダでも SNS 等でシェアしているため導入時期は未定ですが、日本発売はほぼ間違いないかと。販売価格ですが、現行 ADV150 の販売価格が45万1000円、日本に入ってくるであろう ABS モデルがインドでの販売価格が3925万ルピア、日本円にして約35万円、ベースの PCX160 が40万7000円なので、 ADV160 の国内仕様の販売予想価格は46から47万くらいだろうと思います。価格据え置きなら嬉しいですけども、情勢的に多分値上げはあるかもしれません。日本での発売時期は早くて2023年、その頃にはユーロ5規制に適合しての登場になると思うので、エンジンスペック等は現在発表されている内容と日本国内仕様が正式発表された場合、異なる部分が出てくる可能性はあります。ビジネス的にも仕様が多い PCX は 125cc もありますが、趣味性の高い ADV160 は 125cc 版が出ることはないと思います。スクータースタイルながらオフ車テイストも入り、走破性が高いのが魅力な ADV160、また日本国内仕様の情報が入れば取り上げたいと思います。今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひコメントの書き込みやいいね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは。